援番組すくすく赤チャンネル、今週は妊娠中でも安心して楽しめる妊婦さんのための運動療法をご紹介します。もうどんどんお腹がね大きくなってくると、この辺が一番負担かかるんですよね、背中や腰がね。そのこわばりを取って疲れ取っていきますね。軽快なリズムに合わせて体を動かす妊婦さん、これはマタニティビクスと呼ばれる妊婦さんのための運動療法です。マタニティビクスっていうのは有酸素運動を中心として作られています。血の巡りが非常に良くなるので、特に妊娠期間中に起こるむくみとか、それから姿勢が崩れることによって起こる腰背痛ですね、そういう緩和で、もう何よりも仲間と一緒に動けるので、いろんな不安を抱えていてもここで発散できるっていうのが一番いいんじゃないかと思います。マタニティビクスは妊娠14週から分娩直前まで行うことができますが、レッスンの前には必ず主治医によるメディカルチェックが必要です。パーンって振ってみて、はい、これで手のこわばりとかね、むくみを取っていきます。エクササイズは妊娠中に起こりやすい不快症状の予防や改善のための動きが中心。大きなお腹でもできるようにプログラムされていて、インストラクターが安全確認をしながら進めます。分娩台ってさ、こんなに足上げてるじゃない。さらにお産に必要な筋肉のトレーニングやお産の姿勢をイメージしたストレッチも。外から持ち直して開きました。かかとを広げたら、この膝を肩に担ぐように、いろんな方がいろんな話をね、お産をする時のことをいろんな表現なさるので、それが本当に的確に当たっているかどうかは本人、初めてお産する方わからないわけですよね。そうすると不安になる。で、特に、ね、恐怖を感じてしまう、お産することに。実際にエクササイズをやってみて、あ、こんな感じで動かせる、こんな風にやるんだっていう風なことを分かってもらうことが非常に安心感、でそれから自分を信頼するっていう、そういうことにつながっていくと思います。立ってストレッチするときにはもう台、動かない台を捕まえたりとか、それから壁を使ってとか、で足の屈伸をするぐらいでもいいでしょうし、お散歩を習慣にしていただくと、やっぱり大きな筋肉動きますから、症状も緩和するにはとてもいいですよ。すくすくアルバム、今週は勝利くんと愛子くん。